ブラザー白瀬頃です。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画もカムなんですが、まあ、前回おすすめの武器と元素スキルと元素爆発の、まあ、解説の方させていただいたんですけども、まあ、その時に書いてあった次回生物の構成、まあ、火力安定化みたいなものと、あとはですね、まあ、追加しておすすめの、まあ、編成みたいなものもね、今日はね紹介していきたいと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、まず前回の動画でお話ししましたけども、あの HP 上限とかが防御力が低い代わりにカウンっていうのは基礎攻撃力値が高いものになります。なのでちょっと剣闘士2セットに関してはノリが他のキャラよりね、まあ、若干いいっていうところも考慮した方がいいと思います。あとは基礎攻撃力値の高い、まあ、武器を装備することとかですね、そこら辺がビルドの組み方のになりますので、今回はあくまでアモスを使ってレベル90の缶を使ってという検証になります。だからなのでそこら辺だけはご承知おきください。あとは妖怪反応がね、かなり氷キャラの場合、火力系氷キャラ、今回カウンが出てきました、カウン、超ウンとかって場合はもう妖怪反応のできるような環境下で戦うことがダメージを伸ばす必須項目というところになってきますんで、一応妖怪ダメージの方も合わせてお話しさせてもらうことにします。ぜひご視聴お願いします。はい、生物構成の方からお話ししたいと思います。まずはステータスの方ですね。はい、まあ、ステータス僕の方がレベル90で、アモスがレベル87というような状態、精霊な国の。で、一応これでテストの方させてもらいながら僕の持論の方を話させていただきます。で、まずはですね、比べるやつがおそらく大きく分けて3つ。まずは1つ。1つは、こちらの楽団。楽団の4セットですね。これ僕非常に優秀で、結構1番、2番ぐらいにおすすめの、生物ですね。で、もう一つが、剣闘士2セットと、氷2セット。これも僕結構使っておすすめなやつ。で、もう一つが、氷の4セット。これで、氷付与状態にした相手に対して20% の回心。で、凍結、凍った状態 40% っていうような形の、まあ、セット。まあ、かなり、まあ、こっちの方が、回心率 40% 非常に稀な機能なんで強いって思われるんですが、まあ基本的に僕が勧めるのは楽団か剣闘士2か氷2のセットで、絶弦しか持ってなかった場合とかであれば、そうですね、剣闘士のところを旧貴族2セットに変えるっていう手もあると思います。ではその一応その検証しながらその説明で、で最後ちゃんとした内容をお伝えしたいと思います。はい、じゃあまずは剣闘士と氷の2セットですね。普通に打ってみます。パンパン、まあ会心が入るまでやっていきます。2発目の方が、1万1900次、氷4セットですね。まあ、会心は乗りやすくなります。で、後半で1万チャージ。ね。まあ、剣闘士 18% のこのプラスがちょうどマイナスになってくるような威力ですかね。まあ、見ての通り。見ての通り、会心が入らないですね。これなんでかっていうと、会心の入り方あんまり変わってねえじゃんって思うかもしれないんですが、さっきと同じ構成なのに。妖怪反応を起こすと、氷付与状態じゃなくなりますんで、チャージショットが、会心乗らなくなります。まあ、こうやってたまに出ることがあるんですけども、まあ、やっぱり、基礎的な攻撃力が 18% 違うと、まあ、これぐらい最終的な威力に差が出てきてしまうっていうところになってみますね。はい、じゃあ次はね、楽団4セットですね。これ結構おすすめです。まあ、普通に打ってきますね。あ、外しちゃった。はい、こんな感じ。チャージショットで、だいたいさっきの剣闘士よりちょっと出てるかぐらいですね。
いや、妖怪撃ってきますね。そう、もうお気づきの方いると思いますが、ここです。妖怪を決めていくのかどうかって話。2万ね、圧倒的です。はい、生物の構成だけでテストしてみました。あの生物の源泉とかでダメージ出てしまうっていうことがあるんで、どの生物の紹介ってことであればゼロでやるべきだと思ってそうしました。で、簡単に言うと威力で言ったら、あの全体的な威力だけで言ったら剣闘士とあの氷のセットが一番出ます。で、ただ期待値的なもの、会心率をあの考慮しての期待値であれば氷4セットなんですが、基本的にカウの売りであるチャージ打ちの満開ダメージ、それにはあのどうやっても会心率4セット目が乗りません。なのでチャージ打ちで の期待はあのかなり低いです。で、さらにはあの退場型ではあれば使えるんですが、基本その威力自体が下がってしまうので、まあ生物の構成次第でまあ伸びてくる可能性はありますけど、かなり鬼厳選にしないと追いつかないんじゃないかなっていうような印象です。に比べて楽団であれば、まあ、確かにその剣闘士に、氷2セットと比べてバランスのいい火力で言ったら低いんですが、基本的にチャージ打ちで戦うっていうメインのキャラであれば、そのチャージ打ちだけで 35% の銃撃ダメージ、これでダメージはかなりでかいっていうところと、あとは元素熟知 80% が乗りますんで、もうただ単純に妖怪反応を起こしたチャージ打ちとかっていうようなやつが火力を伸ばすにはかなりでかいことになりますんで、楽団の方が一発のでかい火力でいったら圧倒的に伸びると思われます。はい、で、あとはおすすめってなると、まあ、剣闘士に氷2の方がその4セット効果を狙う時の厳選ってえぐいんで、まあ、2-2 とかの方が生物の厳選はしやすいっていうところで、剣闘士氷2が一番、やりやすい、伸ばしやすい、戦いやすいっていうところじゃないでしょうか。で、時点では、まあ、氷4セットは鬼厳選できついし、まあ、であれば楽団で普通にチャージ打ちの妖怪反応でダメージ伸ばしていくっていうやつがおすすめだと思われます。はい、ご視聴ありがとうございました。一応こんな形で、生物の件に関してはこれで以上となります。まあ、次回はおすすめのパーティー編成とか、まあ、その組みやすさとか、細かい説明の方をしていきたいとは思います。はい、まあ、まとめると、まあ、やっぱり組みやすい源泉の組みやすさとか、まあ、退場した時 の能力とかも含めると剣闘士氷2セットが無難でいいのかなというところですが、やっぱりロマンとかカウの美味しさを全部味わうのであれば楽団4セットの方が楽しそうな気もします。剣闘士と2セットとかの方が威力が基本的には伸びるカウ、ただ氷4セットを使う場合はやっぱりいろいろパーティー編成を考えて水キャラ入れたりとか、まあ、水辺で戦うであったりとか、まあ、チャージ打ちの妖怪はもう全く使わないっていう構成とか、そういう風にして使うのであれば40% の回心率はかなり大きいのでいいんじゃないかなっていうような印象でした。はい、ではぜひチャンネル登録と高評価の方お願いします。私ライブの方もやってます。ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。